記者会見では中部地方の経済4団体の代表がことしの抱負や展望を述べました去年の社会経済活動はコロナ禍からの回復の兆しを見せた一方足元では物価高やエネルギー費高騰などの問題も累積していると指摘今後の景気の見通しについては2023年っていうのはですね やはりあの厳しい経済情勢になるもう少しかかりそうかな夏ぐらいまでかかりそうかなというのが、まあ、私の今の個人の個人的な感想を含めた印象です存じます。国内需要を拡大するために必要な賃上げについてはこんな意見も業績の良い企業が先陣区で前向きに賃上げに取り組むということでこの 実質賃金の伸びの確保というのを流れを広げ作っていくということがまあ重要ではないかな。